はいどうも、ルーでございます。ミドラファンタジーサガがやっていきたいと思います。はい、300万ダウンロードを迎えたっていうことで、本当にめでたいなと思っております。まあファンタジースターっていうね、名前にこうふさわしいアプリにはなってると思いますので、このやっぱイドラバトルっていうのがね、純粋に楽しいですよね。 PVP の代わりみたいにはなってると思うんですけど、育成した結果キャラを何体持ってるかでやっぱりブーストかけられる、どのぐらいかけられるかっていうのが変わってきて、でそれができるようになってくればね、より強力なイドラを召喚することができるようになるので強いし、でこっちが強ければより、高ランクのねイドラを狩ることができるというところで、なかなか素晴らしい、こう育成の結果をね確認するパターンが2つあるっていうところはね、素晴らしくいい感じになってるんじゃないかなと思います。で現在はまあレイチェル育成しながらこのパーティーで戦ってるって感じですね。ユリーがもうちょっとで頭打ちになっちゃうんで、まあ誰を育てていこうかな、誰にしよっかなっていうところではありますね。うん、でこれで、フレンドを大体、カオスの、グスタフ兄さんを出してくれてる人のを借りてる感じですね。うん、でカオススタートしてるっていう。勝利の鍵は編成にありだよ。まあこれでシープラが自分の中で適正だと思ってるんですけど、自分のパーティーの中でね。でシープラで8万から12万くらい出していくっていう、オートでねっていう感じですかね。手動だったらもうちょっといくのかもしれないけどね。でお知らせできていたのがお正月記念ということで、まあいろいろ来ると、あちゃ、アップデート情報があったのを、昨日生放送かなんかあったんだっけ。発表されているというところですね。で、お正月召喚。で、星5キャラ1体確定。すごいね。優勝3000でくれるということですよ。幻突したい方、持ってないキャラクターを手に入れたい方、まあ、ぜひね、狙ってみるのもありかなと思います。俺もグッサフ兄さんは持ってないからね。どれが出ても当たりっすからね、ぶっちゃけ。ね。もらったお年玉をね、ちょこんと入れてみるのもありかもしれないですね。で、今度はニューイヤー。おー、ヘルミーナさんがショップ交換報酬。なるほどね。ナディアとカリン。すごいね。同じイベントが来るんだね。はあ。ヘルミーナさんはカマイレオンになると。いいね。セイントだから回復スキルもあるのかな？気になるところです。あ、これソウルシンボルか。そっかそっか。で、これが、期間限定のガチャとかで出るってことですね。あとこれか。最終クエスト。1月1日から始まると。すげえ。この2つがまあ、ボーナスソウルシンボルになるよと。いいね。まあ同じようなイベントだけど、まあ、
今の流れ分かってればね、どうすればいいかっていうのもそんな難しくないと思うんで、いいんじゃないかなと思いますね。これも、このキャンペーンも、あとまだ18日もあるんでね、しばらくはイドラ困ることないかもしれないですね。まあ、俺もアイテム交換、クリスマスのアイテム交換ほぼ終わったんで、まあみんなもね、早い人はもう終わってるっていう人もいると思うんですけど、もうさっさと終わらして、次行っちゃいたいところですかね。クリスマスプレゼントで交換する素材と、あとはメリッサのかけら、メリッサじゃねえ、赤頬のトナカイのかけらの、かけらか、を、豪華なやつで交換していくだけなんで、このクリスマスプレゼントのやつだけ交換しきればね、あとはもう楽勝って感じですね。まあ、同時進行で、やっとメリッサ取ったって感じですね。ちょっとね、いろいろバタバタしてたり、体調崩したりとかしてて、あんまりできてなかったんですけど、まあちょっとまた、がっつり回していこうかなと思います。今回のイベントでね、ラッピーの羽が落ちないっていうのは、ちょっと残念ですけど、まあね、同時に落ちたら楽だもんね。そんな楽な話ないよね。あとは、旅団の関連する、なんかイベントとか欲しいよね。旅団に関連する。まあ俺は旅団入ってないんですけど、うん。なんかそういうのとかもあったらいいですね。さあ、どうなんだろう、みんなどんな感じでやってるんですかね。俺 C プラぐらいのやつで、レオのレアがあればそこに飛び込んでいくんですけど、あ、いないな。いつも借りてる人が。お、すげえ。この人借りてこう。レベル80ってすごくないですか？なかなかそんな風にできないよね。アリエスとかになるとワンランク高いイメージですよね。レオから、レオを相手にしてるのと違うなーっていうのは感じますよね。やっぱり全体攻撃してくるっていうのがあって、ここら辺だいぶ変わるなーと思いました。潰すぞ俺。ジャスパー、まあ、これもね、本当はグスタフ兄さんいればね、ジャスパーのところを別のキャラに変えたりもできるんだけどね。おお、耐えた。一軍の将に必要なの。
リバースラッシュ。やってやる。バドウェイク6万7000か、しょぼ。もっとカオスで攻撃できればよかったね。まあ、こんな感じでまだまだやっていくことあんなと。だから最終イベントは早めに終わらせたいよね。あ、でもまあもうほぼ終わりだから最終イベント寝る前とかにポチポチやって育成に回しちゃえばいいのかな。どういう編成にするのかな。ユリをね、別のキャラにしてっていうのもありだと思うんですよね。グスタフ兄さんとかでもいれば。いや、バルタいてからだいぶ安定しましたけどね。今お金あるから、突できるキャラで星4のやつとか入れるのもありですよね。できるやつはいないか。まあレベルマックスじゃないとダメだもんね。限界突破か。限界突破。サーシャとかもね、結構上がってきてるんで、ここら辺強くしてもいい気がするんですよね。つば九郎とか。ケンペルは攻撃寄りにするんだったらケンペルでもいい気はしますけどね。ケンペル多分貫突できるから。うん、今の段階だったら貫突できるキャラ割と強いと思うんでね。相手との相性見てになると思うけど、ちょっと育成進めてねいきたいなと思います。というわけでね、まあ、年末もう一本出せればなと思ってます。で、イベント始まった時にね、また、まあ、お正月になると思うんですけど、元旦になると思うんですけど、そこでも動画出していけたらなと思っております。はい、まだまだ、終わらない、今年が終わらないイドラ、ますます盛り上げてやっていきましょう。お疲れ様でした。